ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。自転車のタイヤを交換したので自転車に乗りたくなって昭和記念公園に行ってきました。昭和記念公園が、再開したので、久しぶりにサイクリングロードを走ってみようと思って来てみました。昭和記念公園の周りは、サイクリングロードになっていて、こうやって自転車だけで走れる道があります。自転車しか走ってないから、人が飛び出て、飛び出ることがあんまりないから結構走りやすいですよね。たまに横断歩道があるんで、そこを人が歩くからちょっと注意しないといけないところはあります。さっきはちょっとガタガタしましたけど、今は、道路が結構平らなんで滑らかに走ることができます。すごい緑がいっぱいの中を、自転車で走れて気分がいいですね。まずは第一ポイントに到着です。小町草っていう花だそうです。昭和記念公園のホームページに花情報というところがあって、そこで何の花が咲いてるかが見ることができます。なんかこのピンク色って美味しそうなピンク色ですね。はい、小町草綺麗でしたね。では次のポイントに移動したいと思います。次はどこに行こうかな。次のポイントに近づいてきましたので紹介したいと思います。はい、こちら日本庭園というところです。だいたい公園の北側の方にある、場所になってます。はい、この小川が西の流れって呼ばれているところで、池に水が流れ込んでいるところです。はい、この小川にはヤゴが住んでるみたいで、トンボになった時の抜け殻が結構 見つけられます。はい、これが日本庭園の池です。隣では、お抹茶と和菓子が食べられる、お店がやってました。
ではまた別の場所に行ってみましょう。ここが日本庭園からサイクリングロードに、降りる、道になってます。サイクリングロードが、手前側が、右側から左の方に抜けて走る道路で、奥側には左から右側に走る、自転車の道路があります。こんな感じの横断歩道があるんで、サイクリングするときに注意が必要です。子供がお腹が空いたっていうことなんで、ご飯を食べに行きたいと思います。はい、ここが渓流広場レストランの、近くの駐輪場になります。ここから歩いてレストランに向かいたいと思います。すごい自然がいっぱいでいいですね。あっちの方が渓流広場レストランみたいですね。はい、レストランに到着しました。さて何を食べようかな。なんか味噌ポテトの看板がある。なんでこんなところに味噌ポテトがあるんだ。はい、味噌ポテトはあえて無視して、日向夏ソーダを買ってきました。はい、こっちがフライドポテトです。黒焼きそばです。はい、この紙袋の中に入っているものがびっくりしました。こんなものが売ってるなんて。はい、これがじゃこ天だそうです。じゃこ天、じゃこ天とっても美味しかったです。黒焼きそばには紅生姜と青のりを乗せました。ソースの味がすごい効いてます。はい、ポカリの蓋が開かない事件が発生しました。 YouTuber になりたい人が YouTube ネタとしてポカリの蓋チャレンジします。蓋は開くのでしょうか、開かないのでしょうか、誰が一体開けるのでしょうか。今カチカチ言った？おお、ポカリの蓋が開いた。これでもう100万回再生間違いなし。はい、そのまま水筒にポカリを移し替えてます。よくできた。はい、紅生姜が食べられるお年頃になってきました。はい、食べ終わったのでみんなの原っぱの方に移動したいと思います。
すぐなんか右に曲がったところに花畑が咲いていましたので、ちょっとお花を、見たいと思います。どうやらここは、原っぱの西花畑みたいですね。ちょっとぼやけてるのはマニュアルモードでレンズ の焦点距離を変えて撮影をしてみてます。ネモフィラブルー、ネモフィラホワイト、あとリナリア、カリフォルニアポピーと、アイスランドポピー、ジャーマンカモミール、エリシマム、あとデルフィニウム、ヤグルマギク、あとクリームゾンクローバー、カリフォルニアデージ、あとシャーレポピー、リナリアブルーグッピー、あとリナリアイエローグッピー、フクロウナデシコとアグロステンマ、カスミソウ、ナデシコの18品種が開花しているそうです。花畑の間に道があって、花畑の中を歩いているような感じになるので、ちょっと歩いてみましょう。ここから先2分ぐらい蝶々とテントウムシが結構小さく映ります。これで撮れ高 OK でしょうか。蝶々が真ん中のあたりで飛んでますね。昆虫が嫌いな人もいるんで、引いて撮ってます。
はい、今度はテントウムシです。テントウムシ可愛いですね。はい、写真を撮るとこんな感じです。これは、さっきは一眼レフで撮ったんですけど、これは iPhone で撮影してみてます。1分ぐらい蝶々が映ります。でもちっちゃいです。私の場合はですね、花の写真を撮っていたら、妻と結婚することができました。なんかすごいでしょう。まあなんでちょっと花は大切に扱いたいですね、はい、妻も大切に扱わないとまずいです。こうやって花とか、原っぱとか自然を見るとなんか落ち着きますね。あ、ここにもアジサイが咲いてる。ということで、また次のポイントに移動したいと思います、はい、またちょっと1分ぐらい蝶々が映ります。ですが次の蝶々はちょっと縦波蝶って言ってすごいレアな蝶々です、はい、昆虫博士が、将来 YouTuber になりたいそうです。縦波蝶もよく知ってました。すごいです。はい、今日の気温は30度でちょっと蒸し暑い感じでした。
構こんなあのロータリーみたいな道があって、まあ、いろんな方向に行ったり来たりしやすくなってますね。持ち込んで自転車を走らせることもできますし、まあ、歩いてきた方はあのレンタルの自転車を借りて走ることもできます、はい、将来の YouTuber がお待ちかねなので、帰りたいと思います、はい、ここは青梅短絡線というところです。青梅特快が立川駅から青梅線の方に入るときにこの青梅短絡線を使って青梅線の方に入ります。下側を走っている線路は中央線です。はい、多摩川までたどり着きました。多摩モノレールがちょうど見えたので、ちょっと多摩モノレールを撮ってみたいと思います。奥側が多摩センターとか多摩動物園とか高畑不動の方です。で、手前側が立川の方です。モノレールが出発しました。反対側を走るモノレールはやっぱり取りにくいですね。なかなか映らない。ちょうど手前側を走るモノレールが来たのでちょっと見てみましょう。
では、多摩川で帰りたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。